しんのすけ、クレヨンしんちゃん始まるぞ。え、僕たちゆずが歌う主題歌マスカットをいよいよ初披露。みんなで歌って踊ってね。それでは聴いてください。どうぞどうぞ。はい、SOS 朝から晩までイライラ、それならマスカット踊りましょう、飛び出せスマイル、集まれみやもれ、気の幹のままマジで使ってカラブリでも泣いてちゃダメダメよ、もう満タイワンモータン、君らしくあれ、あんた誰？ソフトクリームは美味しいぞ。3、2、1、どうぞ。ゴロ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 。タレヤタレヤヤ。しんちゃん。え？お外で遊んできたら？オラ今ゴロゴロするのに忙しいから。タレヤヤ。もういい、若いもんが。タヤ。そろそろ飽きた。はい、でも風間くんはお塾に行くって言ってたし、ねねちゃんのおままごとに付き合いたくはないし、ぼうちゃんは石探しだし、あとは、はい、野原です。あと一人誰かいたような。ちょっと待ってね。しんちゃん、まさおくんからお電話よ。え、しんちゃん。おうおう、オラ今ちょうどまさおくんのこと思い出してたぞ。え、そうなので、僕たち遊ぶ約束してたじゃない。え、そうだっけ。そうだよ、じゃあね。ブラジャー、マサオくんと遊ぶの。うん。あ、待って、ソフトクリームのクーポン券2人で食べなさい。おお、母ちゃん太まま。いってらっしゃい、気をつけてね。しんちゃん脅かしちゃう。遅いぞ。え、バニラとチョコを一つずつください。え、ソフトクリームのクーポン券2人で食べなさい。はい、じゃあメニューから2つ選んでね。原価が一番お高いのはどれ？メロンとチョコミントね。はい、どうぞ。今日はキッズレイだからまたクーポンをあげるわよ。え？え？え？おらおら、
きな人と嫌いな人がはっきり分かれるって言うから、マサオくんはどっちかなと思って。まあ自分じゃ選ばないかな。しんちゃん、自分のは一番お高いメロン。俺のはお姉さんが一番お高いって言ってたメロン。え、マサオくんもメロンだね。気が合うね。うわ大変だ、早く食べなきゃ。でもどうやって。おいしい。そっか、それで食べればいいんだね。わがままだな。普通だよ。だったら恋人食べする？え？恋人食べ？こうやって絡めて。ああ、これならいいね。で、これしんちゃんの抹茶だよ。ああ、チョコミントだ。これ選ぶ人の気が知れないよね。しんちゃん、僕に選んでくれたんでしょ？え？やれやれだぞ。しんちゃん、いい加減にしてよ。はい、もうふざけてないね。ブランコが開いてるぞ。しんちゃん、まんまってよ、僕たち今は乗れないよ。でも開いてるうちに乗っとかないと。ねえ、焦げないでしょ。先にソフトクリーム食べちゃおうよ。その間に誰か来て乗っちゃうかも。よし、せめて妄想で乗ろう。ゆーらゆら、ゆーらゆら、ゆーらゆら、ゆーらゆら。もうしょうがないな。マサオくん、そこに立って。ゆらーん。最高。もうしんちゃんたら。僕もどこ見て食べたいから、そろそろちゃんと食べようよ。よし、はっ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お手伝いポイント貯めるぞ。出ない、出ない、出ない、出た、出ない、出ない、出た、出ない、出ない、出ない。え、暇寝かせたぞ。あらまあ、どうやって？これ読んだら寝た。あ、それ私のお通じメモじゃない。もう、まあ暇ちゃんを寝かしてくれたのは偉かったわ。ありがとう兄ちゃん。じゃあご褒美にチョコビ食べていいわよ。うふーい。
うない！母ちゃん、チョコビないぞ。全部食べちゃったんでしょ。新しいのは？ないわよ。そんな！大げさね。明日買ってきてあげるから。そんなこと言ってすぐ忘れるくせに。忘れないようにメモしとくわよ。でもおかしい。何が？今日のご褒美は今日もらわないとおかしいぞ。おかしくないわよ別に。じゃあオラが明日も暇を寝かせたらそのご褒美は？明後日買ってあげるわよ。おかしい。なんか損してる気がする。おかしくない。おかしいぞ母ちゃんの。なんか嘘つき。嘘なんかついてないわよ。あ、じゃあこうしましょう。え？できた。じゃじゃーん。なにこれ。しんちゃんのお手伝いポイントカードよ。お手伝いポイント？お手伝いしてくれるたびにポイントが溜まっていくの。ほら、今日の分1ポイントね。ふうふう。1ポイントでチョコビ1個。5ポイント貯めるとチョコビ5個プラスロイヤルチョコビ1個。10ポイント貯めるとなんと、なんとチョコビ10個プラスロイヤルチョコビ3個。おー、どう？ポイント貯めるとどんどんお得になるのよ。すごい、魔法のカードだぞ。すごい。何やってるんだ。母ちゃんがすごいカードをくれたんだぞ。すごいカード？ああ、お手伝いポイントね。ほら、どんどんお手伝いしていっぱいポイント貯めるぞ。やる気になるのはいいことだ。チョコビいっぱいもらうぞ。チョコビがいっぱいいっぱい。仮想通貨ならぬ仮想チョコビだな。仮想チョコビ？いや、その仮想じゃなくてな、なんつーのかな、データとして存在しているチョコビっつーか。え？だからな、そのカードに押されたスタンプの数だけお前はもうチョコビを持っているわけさ。おー、俺はもうチョコビを一個持ってるのか。しんのすけ、父ちゃんにもくれ。あ、父ちゃん返して。何を？俺の仮想チョコビ一個食べたでしょ。勝手な仮装すんな。母ちゃん、なんかお手伝いない？じゃあね、これポストに入れてきて。ポイントくれる？あげるわよ。ブラジャー。ポスト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 。しんちゃん何してるの？おばさん、わんにちこ。はい、こんにちは。ポストにハガキを入れたいんだぞ。あ、はいはい。おばさん、ありがとうございます。どういたしまして。お手伝いかい、えらいね。ほら、今日からお手伝いが好きな子になりましたので。おや、そうかい。じゃあおばさんも頼んじゃおうかな。残念ですが。え？ほら、ポイントのつかないお手伝いはしませんので。じゃあらま。はい、これで2ポイントね。おお、仮想チョコビ2個ゲット。お片付け、お片付け。お使い、お使い。それそれ、母ちゃん頑張れ頑張れ母ちゃん。お便秘に負けるな母ちゃん。そういうお手伝いはしなくていいの。トン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 。あー、気持ちいい。ありがとう、もういいわよ。はい、すごいわしんちゃん、もう5ポイント貯まったわよ。これでチョコビ5個とロイヤルチョコビ1個だよね。そうよ、ポイント使ってチョコビと交換する？もちろんです。じゃあ貯めたポイントはゼロに戻るけどいい？え？10ポイントまで貯めたらチョコビ10個とロイヤルチョコビ3個になるけど、ここで使えばその分はゼロになっちゃうわよ。ずるいぞ、そんなの聞いてない。ずるくないわよ、ポイントカードっていうのはそういうものよ。そんなのおかしいぞ。おかしくないって。父ちゃん聞いてよ。聞いてたよ。ミサイの言ってることは別におかしくねえぞ。そうよ、今交換するか、もっとポイント貯めてもらえるチョコビを増やすか、しんちゃんの好きにしていいのよ。
父ちゃんなら10ポイントを目指すな。その方がお得だろう。じゃあ父ちゃん、なんかお手伝いない？じゃあ車洗うの手伝え。手伝う手伝う。洗車は大変だから3ポイントぐらいつけてもいいよな。それはちょっと甘いんじゃないの。いいじゃねえか、せっかくやる気になってんだから。しんのすけ、今日は日曜日だしポイント3倍デーだ。うおー、優しく洗うんだぞ。チョコビーチョコビーチョコビー。よーし、流すぞ。うわー、オラがやる、オラがやる。わかったわかった。すまん、俺がホースを持たせたのが悪かった。まったく、服もドロドロじゃない。洗濯機に入れてきなさい。ふい。ねえ母ちゃん、ん？洗車のお手伝いの3ポイントは？お布団濡らしたからなし。むしろマイナスにしたいぐらいだわ。もういい、5ポイントで交換する。いいわよ、じゃあポイントカードちょうだい。ズボンと一緒に洗濯しちゃったのか。ポイント全部消えちゃったわね。チョコビ、オラのチョコビ。はい、今までのポイント分のチョコビよ。え？よかったな、しんのすけ。でも食べ過ぎちゃダメだから、これはお預け。1日1個ずつね。なんかおかしくない？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。